こんにちは。強力のハンマーナイフモア HRC665 の草刈り動画です。まず、おじさん変な格好していますが、気にしないでください。と言っても、気になると思うので、一応説明しておきますね。腰ベルト式の自撮り棒マウントに、GoPro Max をつけています。自撮り棒は、前回使用した 1.6 メートルのカメラの一脚です。腰ベルトだけでは、自撮り棒が大きく揺れるので、GoPro のチェスティで、自撮り棒が揺れないようにしています。それでは、ハンマーナイフで草刈り、スタートです。今回は、外周を草刈り機で先に刈りました。早速、二足で立ち乗りです。奥の方は狭いので、前回に少し手こずりました。立ち乗りターンも様になってきましたよね。今回も楽しかった。
MAX の映像は、後日編集して公開しますから、楽しみにしてください。でも、大した映像にはなっていないと思うんですよね。これまでの経験からするとですね。ご視聴ありがとうございました。